はい、皆さん、こんにちは、高井です。先日の動画ですね、大変反響をいただいておりますね。さえさんの LINE ですね、に、今まで明かされていた、もう死のうと思うという LINE メッセージの上にですね、えー、楽しそうなスタンプが押されていたという件です。まあ、たくさんの方にあの考察いただいて、コメント欄がいっぱいに なっててておおりり、えー、私も参考にさせいいただいておりますで、えー、その LINE の、まあ、スクショについての補足をさせていただきたいと思うんですけども、まあ分かってる方は分かってるんですけど、まあど,どういうことなのかっていうね、えー、ご判断が難しい方もいらっしゃるので、ご説明させていただくと、さあやさんのアイコンが左側に来ているということは、えー、これはやりとりは、さあやさんと、 やり取りをした人物の方のスマートフォンのスクリーンショットになります。さえさんが自分のスマホをスクリーンショットした場合は、さえさんのコメントが右側に来ますので、スクショはさえさんではない、一緒に LINE をしていた人物のスクショということになります。そしてですね、左側のさえさんの アイコンのメッセージに、えや、ー、さんの名前がですね、記載されている場合は、えー、複数の、ライングループ、だった可能性があるんですけども、あれを見ると、ライン、さやさんのラインの名前が記載されていないっていうことは、一対一の、ラインメッセージのやり取り、だったのではないか。 とということが考えられます、まあ、ただあの複数のメッセージへ LINE メッセージを送信していたという可能性はありますので1対1ということは言い切れないんですけどもあの LINE のスクショについては1対1の可能性があるのではないかというふうに考えますそしてですねあのスタンプ があ捏造されたものなのななではないかというご意見もあるんですけども、えー、このさーさんのですね LINE のスクリーンショットを捏造する意図っていうものがあるとしたらもう本当に犯行側の人間のやること以外他の人がやるメリットは一切ないのであの LINE スクーショトを捏造するなんていうことがあったら もう犯人が、もう自ら捕まりに来てるようなもんなので、あのラインのね、スタンプの方を捏造っていうことはないと思います。ただ、元々の LINE メッセージの方は、あの、捏造されていたとか、あとはさやさんの目の前で加害者がえ危害を加えながら、おい、こういうふうにメッセージ、 送れよって言われながら例えばさやさんが泣く泣く、えー、このような、えー、自ら死のうと思うというメッセージを打ったたださやさんも頭のいい方なので、えー、もし自分が死んで、えー、今後ねこのメッセージをお母さんや警察が見ることになったら私のメッセージじゃないっていうふうに 判断してもらえるようなメッセージをあえて過剰、えー、書きみたいに、えー、自分が普段打たないような文面を打ったという可能性もあるんじゃないかというですね、えー、考察をいただいた方もいらっしゃいました、えー、その方はですね日頃から、あのー、いろんな作品を作られている方なので 非常に想像力豊かな方なんですよね。ですのでそのような発想ができたのかなというふうに思います。あとですね、その LINE スタンプが最近捏造されたものではないっていう証拠がありまして過去にですねメディアが放送したその LINE のメッセージのスクショ の中にモザイクはかかっているんですけども、えー、そ,のそのスタンプであろうという判断ができる映像が出てきましたのでこちらなんですね。はい、でこれを見ていただくと私が先日公開したスクショと同じスタンプが上の方にモザイクがかかって使われているというのが分かりますよね。うん で、これちょっと見ていただくと背景が違うんですね。ということはですよ。背景が違うということは別の人物も同じメッセージを受け取っていた。もしくは同じ人物が後から背景を何らかの意図があって変えて遡ったメッセージを え誰かに見せたまあメディアに見せたうんまあそっちの可能性は薄いのかなと思うんですけども、まあ、あのさやさんのメッセージは複数の人物らに送られていたというふうに考えていいのではないかなと思います、うん、まあどちらにしても、えー、警察のですねこういった SNS 上の 解析がですね、えー、曖昧なあずさんな、えー、結果で終わってしまっている中この SNS のさやさんが残した痕跡についてはこの事件の真相解明につながる重要なポイントになるかと思いますので、えー、皆さん慎重に考えていただき、えー、コメント などですねご意見等いただけたらと思いますまた何か気づくことなどありましたら動画に出したいと思いますではまたお会いしましょうじゃあね ね。なりになった事件ってご存知ですか <music>